来年春の選抜出場への第一歩となる秋の高校野球東北大会が今日宮城県で開幕し、今年の夏甲子園を沸かせた仙台育英と福島の聖光学院が名取芽出島球場で対戦し、延長戦の末3対4で仙台育英は敗れました。今年の夏12年ぶりに3回戦へ進出した仙台育英と初のベスト8入りを果たした福島聖光学院が早くも大会初日で対戦。先制したのは仙台育英でした。2回ランナー1塁で8番の高橋が送りバントと見せかけバスターで強襲、3塁1塁とチャンスを広げます。続く穂積は打ち取られたかと思われましたが、ここでセカンドが送球エラー。この間にランナーが帰り1点を先制します。その後1点、さらに5回に1点を追加し3対0とリードを広げた仙台育英。しかし7回、ここまで聖光打線を2安打に抑えていた先発の穂積が連続でツーベースヒットを浴び同点に追いつかれてしまいます。試合はそのまま延長戦へ。仙台育英は12回、聖光に3対4と勝ち越しを許し、その裏2アウト満塁まで粘りを見せますが、あと一歩及ばず、結局3対4で敗れました。今日はやっぱり、試合の流れから言ったら勝たなきゃいけない試合だと思います。何か今日感じるものがあれば、なんかいろいろ変わってライアル出てくるんじゃないかなと思います。また開幕戦に出場した宮城第三代表の東陵は4回ランナー1塁3塁のチャンスで5番千葉義弘がライト前へタイムリーを放ち先制。投げては先発の1年生ピッチャー伊藤が好投し、被安打8、6奪三振で完封勝ちを収めています。東北大会明日は芽出島球場の第1試合で利府高校が福島第2代表の日大東北と対戦します。続いてサッカーベガルタ仙台です。